はい、皆さんこんにちは。夏の日1日目でございます。で、今回は化石ね、ちょっと見えないところで釣ったヒラメ、静かなやつに5でした。これで5、3体目だよ。化石、なんか半分の一星な、半分星なんですが、まあ大丈夫です。キスも一応釣って、で、この化石を県に渡せばいいということなので県に渡します。あれ、このサザン岬いない時なんだけど、いいよね。サザン浜辺にいるかな、いないじゃん。サザン浜辺いる時の方がいいかな。それじゃないとなんか、まあいいわ。じゃあ剣のいるとこ突き止めて、そこへビシッと行こう。剣の、まあ詳しく調べた方がいいから。サザン浜辺いいんじゃん。てかいつから来た、サザン浜辺いいの。あ、でも、まさかお餅のために集まってるんじゃね。やばいじゃん。急いで参加しなきゃ。ちょっと先にアイテム出して。そっか、でも今受け取れなくてさ、また出て。わかった、それはなんでかわかるよ。今からお祭りだからさ。ちょっとじゃあ、こいつない。はいはいはい、練習したい、これね。もう伸びたかいよ、来たな。あれ、どうしたのドラえもん。あ、これもやったからもういいんだよ。これもやったから、いつも目隠ししてスイカを割って、うん、食べるだけじゃ。で、ま、その間でうん、割っていくんだよ。あー、事件爆弾。これもやった方に。これ1面目に戻ってなくない？大丈夫だよね。えい、あ、ミスった。えい、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 まだまだだな。えい、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 ミスった、また一からだ。うわ、ミスった、また。えい、結構いったじゃん。5100だよ。イエーイ。なんだと？なんてことだ。こんなにたくさんのスイカ終わるなんて。のび太くんのおかげでスイカはなくなったよ。ありがとう。ここまですごいとは思わなかった。この記念のトロフィー与えよう。これね、前1個もらったんだけど。トランにあげたったんだよ。イエーイ。2個目だけど1個目。イエーイ。むっちゃなんか紙花をもらってる。チャンドン、おや、しかしのび太に渡したトロフィーは表彰のレプリカなのじゃ。大物を知った気に来るといい。ありがとう。じゃあレプリカ渡そうかな。新記録目指してまた来年チャレンジするがよい。え、また来年、いつでも待っているぞ。ちょっと
ヤーメンさん、まさか来年もスイカをやつつもりじゃ。当然だ、こんなに盛り上がったんだからな。そんなそれじゃあお待ちかねの剣に渡します。あれ、剣いないんじゃないか。ニワトリ屋のコケコアセミということなんで、今日夜なんだけど、夜になるんだけど、私でもいいかな、まあ、どうせハウナマサザオヤマンビ。はい、じゃあシーズンタウン西へ。ニワトリ屋のコケコアセミ、多分今お昼ご飯食べてるんだけど、あ、晩ご飯食べてるんだけど、今あれ、ニワトリ屋のコケコアセミって聞いた、2階かな。あ、いてていてた。あ、こいつじゃない、こいつ。オーケー、来ました。あ、バザバザ呼び出したね。さあ、ありがとな。おー、ありがとな。よし、これで CP じゃね、怒られなくて済むぜ。あ、来た。はあ、あんたたち何度言ったら。あ、いいところに、これプレゼント。こんなもので、ありがとう。カジキ、ありがとう。私が釣ったんだけどね、あんまりうるさくしないでね。私が釣ったんだよ、ケンが釣ったふう、助かったぜ。それじゃあ仲間に入れてやるよ。ありがとう、ありがとう。それじゃあお言葉に甘えて。ありがとう。あ、こんなところ。あ、のび太たち来れたんだ、よかった。静か、一緒に遊びましょう。仕方ないな、ここが俺たちの秘密基地なんだ。絶対他のやつにはバラすなよ、ね、この間黄色い輪っかを持っていたのを見たんだけど、あ、これのことか。これ使い方もわかんないし、欲しかったらやるよ。いいの、まあ、つけてたんだけどね、洞窟に。いつ取ってきたんだよ。これで取れるようになるわね。いや、僕一旦取ったんだ。のび太たちは本当に変わったものを欲しがるね。それじゃあ、そんなことより、せっかく仲間に入ったんだ、遊ぼうぜ。うん。いつ取ってきたんだ、あんなやつ。しばらく経ってふう、今日は楽しかった。じゃあまた遊ぼうぜ。またね、またね、またね。うん、またね。もう今先の字、なんか難しいな。え、なんかするとかじゃないの。え、なんかするとかじゃない。ドラえもんいないけど、まあ、多分大事なものに入ってるんだよね。あれが、あれ、あれ、エキ。あ、どこでもドア使えば早かったんじゃない？まあいいか。よし、みんな来たか。ドラえもんに聞いたぜ、取り抜けフープを見つけたらしいな。ねえねえ、ほらほら、早く使ってよ。じゃあせかせないでよ。それじゃあ鳥の毛フープを使うよ。いや、僕はもうこれを前通ったことがあるんだから。どこかに繋がった。早く行こうぜ。違うとこなんのかな。ならないよね、さすがに。何があるか分からないのに行っちゃダメだよ。何のび太は行ったことがあるから大丈夫。安全なところよ。何これ、奥にこんなに広い部屋が。大きな絵、なんかもっと穴ぼこになった、うん、壁画だね。でもよう、ところどころ欠けてるぞ、これ。それに欠けている部分が落ちているわけでもないし。ねえ、この壁画何の絵だろう。欠けているせいでよくわからないね。うん、どこかの景色みたいだけど。そうよね、壁画のかけらを揃えばいいのだけど。うん、どこにあるんだろう。もしかして、ここにないなら、もしかしたら誰かが持って行ったのかな。そうなのかな。のび太、お前がこの洞窟を見つけたんだから、お前がかけらを探せよ。僕が、ちょっとたけしさん、それはひどいわよ。なんか見つけたら言えよ。え、ジャイアン待ってよ。なんでジャイアンなんか機嫌悪いんだ今日は。はあ、ねえ、のび太くん、僕も探すの手伝うよ。え、私も手伝うわ。
ドラえもん、しずかちゃん、ありがとう。ねえ、どこかにヒントはないのかしら。え？ヒント？え？もしこの壁画のかけらが誰かに隠されていたら、ヒントがあってもおかしくないでしょ？そうだね。こいつ頭いいな。なんでこんな感づいてんだよ。こいつが知ってんのじゃないか。そうだよ。きっとどこかにヒントがあるよ。よし。そう思うよ。手がかりがあるんだよ。探する価値がありそうだね。特徴調べてみよう。すごいね。こいつが探してる。気づかない？気づいてよ。ねえ、これ柱に何か書いてあるわ。読めんだな。何もないのに、何も書いてない。ほんとだ。何大樹の木を斧で切り開く。私が見た時は大樹の木を、大樹の根っこを、大樹の根か、大樹の根を斧で切るって書いてたんだけど、切り開くになってんじゃん。どんな木変わってんだよ。ねえ、は、他の柱にも書いてあるんだ。これらをヒントに探そうよ。頑張ろう。私も探してみるわ。わあ、みんなどこ行くんだ。うわあ、みんなに掘っていかれちゃった。じゃあ多分これで掘けるようになって。で、これでできるようになってると思うので、一旦寝た方がいいよね。それじゃないと多分もうすぐで夜だから。あ、でもまあどうしよう。あー、しんどいな。僕一旦寝た方がよくて、いや、もうこのまま行っちゃおう。斧がいるんだよ。斧持ってないからね。斧ずっと持ってこ。まあ一旦寝るか。で、まあ一応ね、なんかもう見たやつでは間違えて戻しちゃった。釣り竿一応入れとこう。で、こんな感じ。あ、で、行こう。まず大樹の根っこを見たから、これここだよね。お、なんか、あ、顔出てる。えい、出てきたー。ん、こいつなんか、ヤクサナビタ、せっかく晴れてるんだし外で遊ばなくていいの。今夜だろ。で、洞窟に行って埋めればいいのかな。これで1個は達成できたってこと。あ、でも無理か。スペア大樹の謎とまず解き明かさないといけない。あれ、石板がない。あれあれで、あれで、あ、あ、あったあったあった。あれあれ、埋めれない。あれ、埋めれないけ、これ。あ、壁画、あー、これしか出た。で、次はもうどんどんやらないでに、大きな骨、これ絶対いけるよ。大きな骨の手だから、分かってる、どこにあるかは。うるさいよー。まあ、このね、声は気にしないでください。おー、みあんずか、これみかんって言おうとしちゃった。これかな。あれ、手だから、あれ、あ、使います。えいっ。
出てきた。で、次どこでもドア。で、掘ったから手を、そしたら石板出てきたから、次、え、楽しいのこれ。いや、え、今さっき、あ、今さっきこれやったから次はこれか。遺跡の柱って何？遺跡の柱ってなんだろう。遺跡は多分遺跡、あ、シロストン遺跡だ。覚えてるよ、あれは忘れもしないよ。シロストン遺跡ね。シロストン遺跡、あー、サルちゃんもやっぱりいないかな。で、まあまあそういうことはよくて、ここの柱だからこれか。ほら、遺跡だ。これをスラスか、えい、出てきた。この音楽いいな、タン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 っていう。で、次は洞窟へ行って、なんかむっちゃ早く手に入れたわ。すんなり手に入れられた。多分今さっき3番目やったよね。で、多分次ここ4番目、あ、最後だ。右から2人目の石の顔？あ、それは知ってる。コロコロ、あ、これは知ってるよ。これは知ってるから。ブラシ持ってないでもブラシは今買えないから、これは4番目ね。3番目、こうやってズームにしよう。 OKOK。 秘密基地をクワで掘る。あ、秘密基地も知ってる。ここに近くにあるから。サザンハマブのクワ。クワ持ってない。もうまた取りに行けなきゃ。クワなんてあったんだよ。よし、じゃあ一応全部持っていっとこう。まあかけら、あ、もう寝ちゃってるよ、ミミコちゃんたち。かわいいね。カマも多分使ったんだよ、これ。釣り竿も使いそう。あ、ジョウロも一応持っていっとくか。あ、満パンだ。まあかけらだけ拾うから大丈夫大丈夫。うわ、結構集めたんだな。思い出だよ。で、一応洞窟戻って、サザン浜辺に行って、あった。で、秘密基地、そう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 。今さっきちょうど仲間に入れてもらった。遠いよ。あ、ここじゃない。あ、ちょっとちょっと。取りすぎてないよね。あ、ここ。おう。えい！てか、どこに隠してんだよ。で、次、ちょっと遠いわ。ほんと遠いわ。で、次は。よし。一旦洞窟戻って。ああ。もうこれも、もう気にしないで。で、ここ壊れてんだけどさ。いいのかな？あ、ここに書いてあるんじゃない？あ、書いてあるけど読めないんだ。書いてある方が捨てなって、それじゃないと無理だよね。あ、ブラシ持ってないから。たくさんの岩、オッケーオッケー。じゃあこれはパサン川に行けばいいんだ。あったあった。クマちゃんもさすがに寝てるか。あ、これこれこれ、あ、いつ受けて受けて受け。あ、こっちだな多分。違う、もう、あ、使われた。いや、たくさんの岩多分割ってないんだけど。で、あとはぐんない。ブラシがないと無理なので、今日は一旦寝て、で、明日はブラシ売ってるところを知ってるのでブラシ買いに行きたいと思います。じゃあ今日はぐんない。おやすみ。さて、で、
ブラシはまあ上に使えるから買おうと思ってたんだよな。でもちょっとあのねうわカブトムシ逃した。何時から空いてる？9時から12時だから、ちょっとこんなに真面目に向いたの初めてかもしれない。よっと9時から12時いたいた。500円じゃん、全然買えるじゃん。ブラシちょっと満帆だったから一旦物を置きに行くのか、うん、よしこれで買えるぞ。よし、チャリーン。あーん、新しくブラシ買えた。わあ、ピカピカのブラシ。え、ちょっていうのはね長いので、でも見てよこのピカピカ。シスター久しぶりにはこいつのピカ、こいつの方が早いし。よっと、でここの名前って書いてたよね。もう全部覚えたから、結構見たからね。これをブラシでこすってあげればいいんだよね。おー、今先に使いたかったな。絶対汚かったでしょ。めっちゃ豪快にこすったよ。お前ら一個も探してないからね。で、次はコロコロ盛りだか。さあ、行くぞ。てかさ、絶対さ、うわ、しずくも多分必死に探してんだろうな。でも僕が全部 いただくよ。わあ、はは。あれ？あ、コロコロ盛りこっちから行けるか。うわ、ピちゃん行きから早かった。ここの、こうやって登って、こうやって登って。うわ、綺麗な。こいつだ。え、で、2番目だよね。右から2番目だったっけ？右。こいつ。OK。この子が一番呼ばれてるから。絶対コケいっぱいだ。え、でこれで全部集まったから行けばいいんだよね、洞窟。あ、ブラシかけなくていいよ今は。こっちから行った。OK。 でこれでザーザー滝、ザーザー滝で、こっから、うわ、来たー。え？洞窟行けばいいのか。洞窟なんだ。今はさっき完全に行こうとしてたわ。ビーナのところ。で、帰ってきたら早いから。あれ？あ、そっか、入られないか、お前。かわいそうだな。で、ここに入って、あれ？なんかストーリー始まると思ったんだけど。いや、全部始めたよ。まだ全部じゃない、ここがないんだ。ぽっくりやられちゃった壁画。あ、
来た来た。遊ぶ、あ、選ぶか。あ、楽しい楽しい、めっちゃ楽しい。あ、ちょっと難しい。あ、でも町の地図は知ってるからこれじゃない。あ、回転できるんだ。いけないいけない。なんでいけないの？え、いけないんだ。あ、いったいった。あ、いけないいけない。いけない。あ、ここだ。で、花、あ、間違った。で、奥、え？あ、受けたいです。で、あ、これはわかる。ミスった。あ、ここ、ここ。置く。あ、で、これ。これもわかる。あ、ミスった。あ、ああ、置けたんだ。これもわかる。あ、もうほとんどわかるじゃん。置く。え、違うんだ。ちょっとこの後にして。多分太陽の光なんかな。おお、つながった。で、これここやろう。ちょっと先にこれは、で、これ、あ、もうこれも分かっちゃった。あ、ここでいいのか。で、これはあとはこうして、お、完成だ。あ、みんな来てくれるのかな。いや、一日じゃ無理だった。よし、みんなを呼んでこよう。あ、あ、あ、自分で呼んでいくけ。やあ、みん、やあやあ、みんなよくやつぶってくれたね。前置きはいいんだよ、絵ができたんだろ。そうなんだ。それでどうなるかなの。ちょっと合わせらないでよ。町の地図だよ。それで、で、これは何の絵なんだ。うーん、海や山があるみたいだね。この右の下には家がたくさんあるみたいだね。もしかして、この町の昔の地図でない？きっとそうだわ。大事はないけど、海や、山や海の位置は同じね。うーん、これが町だとすると、この辺りが昔の僕の畑かな。それでこの洞窟があるのが左下、この洞窟だ。あれ、ねえ、この左下、バツ印がついてるよ。ほんとだ。お、ほんとだ。もしかしてどこかにおたらかれてもあるんじゃないか。これのことじゃないか。おい、おい、おい、うるさ。おい、何もないじゃないか。この壁画が関係なかったってこと、そんな。うわあ、ちょっと待って、うっちびっくりした。うわぁ、地震かしら。みんな気をつけて、上から岩や、岩が近く来るかもしれない。あ、壁画がピカーン。あれ、何もなってなかったじゃん。びっくりした。ほんと心臓壊れるかと思ったよ。ねえ、ねえ、これ何、今さきの地震、なんか今の石でできた箱が、箱だ。もしかして本当に宝箱なの？やったー、やった、宝は本当にあったんだ。よし、開けようぜ。あ、こじ開け。ふん、なんだこれ、開かれんぞ。ねえ、ねえ、ねえ、この箱何か書いてあるみたい。何が書いてあるんだろう。なになに、この宝箱に女神様の裁縫を入れた。開けられるのは女神様本人だけ。女神様だって、それじゃあこれはヴィーナさんのものなの、ね、夜になったらヴィーナさんに声をかけてここに来ようよ。そうだね。そうか、夜なら町の人はいないから。でも本当に来てくれるかな。のび太がヴィーナさんと仲良しなら来てくれるだろう。じゃあのび太は声をかけとけよ。何が入ってるんだろう、楽しみだな。でも2つしか仲良しじゃないんだよな。まあ一応呼んでるみるか。
これでスタンプ貯まりました。ちょっとじゃあ夜までちょっと昼寝。よっと。それじゃあちょっと次回の動画で言いますから、それでは皆さんバイバーイ。